ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。その後またすぐだよ、仕事。私はこのバスに乗って、就職面接を受けるため、ある企業へ向かっているの。次で降りなきゃ。地震？強い揺れって？私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は、
人と助け合ってお互いが生き延びようとするはずだ。恐ろしかった。あんた、大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ。地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。震度5が川瀬県東部、震度4が福崎県東部、おい、そこの姉ちゃん。急ぎの用事があるので。おい、待て。人を探してる。この辺りに、俺くらいの背丈の顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？今そこを走っていきました。チッ、逃げ足の速いやつだ。地図が、あんなに。
震度4が福崎県東部、富島県西部。地震だったわね。倒れないんだ。これはいつ崩れてもおかしくないな。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。
仕事に戻らなくていいんですか？仕事ですか。私こんな格好でビジネス街にいますが、無職なんですよ。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか？実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て私は、気の毒だわ。もう一度頑張ってほしいな。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。今後大きな地震が発生するのです。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。大丈夫だったかい？すごい地震だったわね。
ね。どこで落としたのかしら。初めてよ。どうなってるんだ。ビルが倒れてすごかったよ。面接してもらいたいところか。分かる範囲で教えてください。申し訳ありませんが、今日の面接は延期となっております。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何かあったんですか。すみません、私この近くにある翡翠学院高校の教授で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました。青いベストの生徒を見つけたら教えますね。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。